2023年、4月、19日、こちら北進清和台のところです。あちらが消防車があるところで、その隣がコスモ石油さんで、マックスバリューにセブンイレブンさんで、こちらに堀石化、委員というところがあり、でその向かいね、あのバス停のところも、あそこも、歯医者か何かが、あります。で、処方箋受付ということで、ウェルシアという、ディスカウントストアがあるんですけども、何度も言いますけども、病院で薬を出したらいいだけで、余計なものをとにかく作らない、この内容を見本にして、日本中動いてください。ちょっと名称を確認しますね、何だったか。で、建物の、住宅地内、昔秀和株式会社の巡回の仕事の時には、北進清和台の住宅内のところには、病院関係、クリニック関係はなかった。あちら足立歯科医院ですね。無理なんですよ、こんなところに歯医者2つ作ったところで。あちらの藤原台北町の方と、この辺りの北進清和台の人たちが来るだけ。もっと向こうの鹿子台の方へ行ったら、鹿子台の方は方で、大きな病院があります。駅前にかなり大きな病院です。対応できます。現状として、神戸市北区藤原台の済生会病院と、今三田市の病院の合併の話が出てますけども、空いてるフロアがあるんだったら、そこを老人ホームに、改装、それか見取り病院として改装。もう歩けなくなったご老体の人たちを収容するところ、歩けなくなった老人の人たちは生活できない。早急にそのように対応してください。孤独死して廃人するだけ。テレビぐらいはその収容者見取り病院で見させてあげたらいい。